ぶっちゃけアーティストデビュー久しぶりですね。はい、ゲストを迎えております、アンチエレメントの皆さんです。どうもこんにちは。いきなりですね、先ほどまでウーアの次にこの曲がかかりました、ね。皆さん体を悪せんようにね。PR 展よろしく。はい、まずですね、かなりちょっと聞いていただいた通り、ちょっと重い音を出していて、まあ、ヘビー系だねとよく言われているそうなんですけども、曲の個性を大事に一曲一曲にメロディーがあります。またイベントを開催したり、今年の春には韓国や台湾でのライブも予定しています。ジャンルにとらわれないアンチエレメントとしての音楽、また音を聴いてほしいと。はい、ですので、まあ、ジャンルにはとらわれない、あ、こういう系なんだねと分けてはほしくないということですね。そうですね、はい、今日、今、おしゃべりしていただいているギター&ボーカルのさだまさしさんですね。ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのね、今回はこれですよね、プロモーションは。そうですね、はい。リズム？リズムライム&コア。&コア。はい、2。2。ね、おー、これを今回は発売される。そうですね、オムニバスなんですけど、あの1曲だけ参加してるんですけど、はい、これはいつ発売になるんですか。いつでしょうか。2月23日です。あ、22か。2月23日に発売。この、まあ、他の曲バンドの人のをかけたら多分アンチさん怒ると思うんで、あの他の人もやっぱりこう重い系とかそんな感じなんですか。いや、全然違いますね。どっちかってヒップホップとか。あ、ほんま、もうあるみたいですよ。いろんなジャンルが混ざってるみたいなんで、はい、ぜひ買ってくださいと言います。はい、リズムライム&コア2。はい、割と好きやねんな、割とこういう音楽のもいけんねんな。メンバーを全員紹介しておきましょう。ベース&ボーカル竹野内豊さん、ドラムが日奈和人さん、ということですね。別に、あの芸名でも何でもなく皆さん本名やという、ね、素敵なバンドでございます。はい、でもじゃ あの佐田さんは、はい、韓国とかそのアジア系に行きはる行ってるやんか、はい、それでなんでなまた向こうっていうのは。ですね、今入っているあの事務所さんがあそこあちらに結構あの契約持ってまして、あのお話を事務所からあのもらって、あの何ですかね、あの行ってみひんみたいな、海外でやってみひんみたいなお話をいただいて向こうでライブやらせてもらってるって感じですね。はい、向こうの反応ってどう言って。いや、よかったですよ。よかった。ごめん、僕全然分からないんだけど、はい、向こうの例えば韓国で、韓国の対バン相手は韓国のバラになるわけ。そうですね、あの日本からも何バンドか行ってたんですけど、半分は向こうさん、あの韓国のバンドさんですね。はい、どういう感じなんじゃんって。いや、もうほんまに日本と全然変わんないですよ、ほんま。まあ、はい、あの歌ってる言葉が、そうですね、韓国語やったり、まあ英語で歌ってるバンドさんもいましたけど。へえ、はい、そのテクニック的にも随分。いや、もう全然うまい人ばっかりでした、ほんまに。うまい人ばっかり。はい、へえ、これはもう台湾であっても同じような感じなの。でさ、台湾は今度また4月に初めて行くのですよ。これ ねすごい髪型がね。ね、ケイトみたいな。ケイトでドレッドヘア。ケイトって。ケイトみたいな。まあ、また皆さんホームページにまたそのうちアップしますので楽しみにしてください。はい、楽しみに。先にですね、ジングル挟んで、曲をお届けしたいと思うんですが、この、まあ先にジングル挟もうで紹介した曲いくわ。はい、とりあえずジングル。まだ聞こえ。Everybody listen to the Yamada no Butchake Talk.
先にさ、この曲を紹介せへんこと何しに来たか分からへんよね。そう、じゃあ今度、2月の23日に発売されますリズムライム&コア2という中から6曲目に、フィーチャーされてますアンチエレメントブラックアウト6曲目です。お願いします。お願いします。これどんな感じでイメージで作られたんですか？これはですね、歌詞、曲の方はすぐできたんですけど、歌詞がですね、なかなかできなくて、書いてるうちにもほんまに変更変更で、うーん、考えてる感じの、あの僕の考えは一つのことで、いろんなことをその場にとどまるんじゃなくて、どんどん先を見ていきましょうよっていう感じの意味合いで書いてるんですけど、はい、だけど最初はなんかラブソングチックなやつを書いてたんで、そんなんがいろいろもう混ざりまくって、うーん、だけど最終的には結果的にはそういうもうちょいみんなで前に進んでいきましょうよって目標を持って進んでいきましょうとか、そういうことを歌ってるんですけど、まあ聴いてくれる人によって多分意味の捉え方が全く変わってくるとは思うんですけど、うーん、はい、まあ感じた聞こえたことを自分で何ですかね、自分なりに解釈して聴いてくれたらなって思います。うん、はい、ではその線がアンチエレメントさんの方から曲を紹介してください。はい、そしてですね、2月23日、発売されますリズムライム&コア2から、僕ら1曲参加してます。アンチエレメントでブラックアウト。